聖子さん、聖子さんに教えてもらった武平峠起点にして鎌ヶ岳、御在所岳、二座、ゲットコース今行こうと思ってるんですけど、今鎌ヶ岳の山頂からちょっと降りてすぐ道間違えて、あの崖プチ途中まで歩いてしまって、山頂のおじさんにそこは危ないよ、道じゃないよって教えてもらって、正規のルートに引き返したところです。ちょっと病み上がりで体調も悪いんで、来週稜線がまたいることもあり、今日はもうこのまま釜で満足して帰ろうかなと思ってます。来週稜線で会いましょう。バイナラ。